これワンパク相撲の今回25回目なんですけど、はい、で今あの実行委員会形式になってあの JC の方であのサポートしながらあのやってます。でこれ、まあ、始まったきっかけもそうなんですけど、うんうん、あの全国大会がある大会で両国国技館で大会があるんですよ。両国行った。女性って両国行ったの。私の頃は女子そういうのなくて、はい、女子か、はい、なのでさらにその相撲部屋に子供たちを泊めてもらえるっていう、あの全泊で、夢ですね。そうなんですよ、はいはい、まあ、そういうなんかこう、ね、全国規模でやってていろんな機会があるって子供たちにとっても、まあね、夢のある大会です。こう見てみてどう実際。かっこいいなと思いました。これからすり足なんだって。すり足なんだ、はい、はい、頑張って基本の姿勢の状態で手もつけてしっかり上げずに突き出しをしてみるので、今の時間までどう体験してみて、すり足もやってみてる。やってみたくなったなぁと思って。待ってね。いや、すごいなと思って。うん、でもその時とどう雰囲気ってやっぱり、こうやってやっぱ旅行も練習したの。しました。毎日してました。やっぱこういうのは変わんないかな、昔から。そうですね。やっぱ男の子は回しをつけて、女の子も回しをつけてだけど、うん、私の時代はブルマだったんで、その後ぐらいに、はい、まあ、ちょっと短パンみたいな。あ、そう。うん。でもさっきやっぱ男の子が、4年生の子が初めてやってたけど、やってみたいっていう言葉を聞いて、ね、ワンパクちゃんのね。続きたい。で、ワンパクちゃんの、6月4日土曜日、三原公園でワンパク相撲、那須野ヶ原場所があるので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。